はい、皆さんこんにちは。ウズウズ就活チャンネルのウズウズ専務です。今日はですね、業界解説ではあるんですけれど、そこまで業界としてまだ認知されてないかもしれないんですが、オンライン教育っていう、オンライン教育業界について、解説をしていきたいと思います。特に今年っていうのは、新型コロナウイルスの感染拡大で、緊急事態宣言出たじゃないですか、3月とか。で、あれによって、学校が休校になっちゃったんですよ。今までって、やっぱり日本もオンライン教育をどんどん進めていこうっていう動きはあったんですけれど、実際のところは全然進んでなくて、なので、急に学校行けなくなっちゃったので、会社もそうだったと思うんですけど、まだ会社の方がリモートワークっていうのは普及していたのでまだ対応できたんですが、学校の方がリモートワーク的なオンライン教育っていうものにあまりこう対応ができていなくてごちゃごちゃになってしまった、そういう背景もありまして、今年からですね、特にその日本政府が予算をガッとかけてオンライン教育を進めていこうっていう、そういう流れがあって、これをギガスクール構想っていうんですよ。なんでそういったギガスクール構想っていう学校教育、特に小学校とか中学校の教育をオンライン化していこうっていう流れが今後進んでいくということで、大注目の分野がですね、このオンライン教育っていう分野、業界になります。なので今日はオンライン教育っていう業界、あんまりわからないとか、いや、聞いたことないよという方も多いと思うんですけれども、かなりですね、現在その将来性、ニーズもあって、今後伸びていく業界なので、この業界解説を見て、オンライン教育、もし興味があれば、企業を受けてみてもらえればなと思います。いつも通り、この、東洋経済さんの業界地図、いろんな業界が載ってます。こちらの、すごく信頼性の高い、情報をもとに業界解説をしていきます。例えば、オンライン教育ってどういうものかっていうと、もちろんオンラインで学習動画が見れたりとか、あと演習問題解けたりとか、そういうのもあるんですけれども、そういった学習をした履歴、データみたいなものを先生が見て管理できたり、オンライン上で添削ができたり、今までだとプリントって言ったらいいんですかね。プリントとか配って答え書いてもらって、紙に対してこう、丸つけたり、×つけたり、解説書いたり、あれすごい非効率なんですけど、あれによってやっぱり学校の先生もすごい残業してるんですよ。だってそういったところも効率化もこの際進められるんじゃないかと。なのでただ授業とか教材をオンライン上で学習ができるよっていうだけじゃなくて、学習教育っていうもの自体を効率化していこうと、そういう動きっていうのがギガスクール構想です。なのでこの大注目のオンライン教育業界っていうものを今日は解説していきますので、今までいや知らなかったな、でもちょっと教育興味あるぞみたいな方はぜひこちらの動画をですね視聴していただいて、就職活動に活かしてもらえればなと思います。まずはオンライン教育業界とはということなんですけれども、一言で言うと、あんま聞き慣れないかもしれない ICT っていうのがあるんですよね。NTT さんの CM で ICT でなんか愛してるとかそういう CM あるんですけど、情報通信技術のことを、英語で言うと3文字で ICT と言います。簡単に言うと IT ですね。で IT を使ってオンライン上で受ける教育、教育をオンライン上で受けられるようにしましょう、管理できるようにしましょう、これが一言で言うとオンライン教育の定義になります。で大きく分けてオンライン教育には2つがあって、1つはですね授業形式のもの、もう一つは自習形式のものっていうのがあって、授業形式のものは何かっていうと、例えばこれ YouTube なので YouTube 見ている方っていうの YouTube ライブってあるじゃないですか。ああいうなんか生放送みたいなライブの形式があったり、事前に授業を録画しておいて、で編集しておいて動画講義として視聴してもらう、大きく分けるとこの2つがあるのが、授業形式のオンライン教育になります。でもう一つが自習形式で、これは何かっていうと、e ラーニングサイトとかアプリとかを使って事前にも設定されている演習問題とかを解いていきながら、間違った部分に関して解説が見れたりとか、そういうなんかアプリとかシステムで完結するような、自分一人で完結するようなものが自習形式のオンライン教育になります。大きく分けるとその2つがあるんですけれど、どちらにしても特に場所にとらわれないんですよね。家でもできちゃうよっていうのが両方の共通点になっていて、やっぱりオンライン教育っていうのは本当コロナの相性がいいんですよ。家でできちゃうんで学校行かなくて済むんですよね。学校行かないとできない、なんかその人とのつながりとか一緒に遊んだりとか、こういうのはちょっとやりづらいんですけれど、あと教育に関してはやっぱりそのコロナによって学校が休みになって授業が進まないとかっていう問題あったじゃないですか。ああいった部分はこのオンライン教育のサービスが普及することによってかなり解消されるんじゃないかなというふうに思います。さっきからですね、ギガスクール構想、ギガって英語でギガなんですけど、ギガスクール構想っていうのがポコポコもう出てきてるんですけど、じゃあそれ何なのって話なんですけど、これはですね政府が推し進める政策なんですけれど、小学校とか中学校、小中学生全員にパソコンもしくはタブレット端末を支給して、オンライン教育を受けられる環境をまずは整備しましょうねっていうのがギガスクール構想なんですよ。でそのためにはもちろん、デバイス、パソコンとかタブレットだけじゃなくて、ちゃんとネット環境ですよね。でそれも昔ながらだと有線とかになっちゃうんですよ。有線とかじゃなくて、Wi-Fi をしっかり飛ばして、学校中に Wi-Fi をしっかり飛ばして、教室とかに Wi-Fi を飛ばしてパソコンとかタブレット端末で、オンライン教育を受けられる、そういう環境を提供しましょうねっていうのがギガスクール構想になります。例えばそういうギガスクール構想がどんどんこう普及するとどういう未来があるのか、未来が待っているのかっていうことなんですけど、例えば国語の授業だったら文章作成ソフト、 Google ドキュメントとか Word とかですよね。ああいったことで文章を書いて、でコメント機
業なんかで他の生徒からいやもっとこことこういう表現の方がいいんじゃないとかでアドバイスをもらえたり、もちろんそれは先生からのコメントとか訂正も入るんですけれど、結構 Google ドキュメントとか Word とかですね、ああいったものでそういうのもできるし、数学だったら図形描画ソフトとか図形を作成できるようなイラストレーターとか Photoshop とかはさすがに使わないと思うんですけれど、まあそういった図形描画ソフトなんかを使って二次関数の特徴とか、まああいう図形類とかを自分で書いてみたり、まあ、することもできるし、まあ、英語だったら実際に海外の大学と共同授業とかをすることによって生きた英語を学べたり、一緒に外国人の人たちと授業を受けたりすることができるので、まあ、変に英語塾とか行かなくても学校の教育上普通に教育を受けていれば英語教育、英語のスキルが上がるみたいな、そういった未来もある程度想像ができるっていうのがこのギガスクール構想です。でもう一点、これ利点もあるんですけど、やっぱ全てのものがオンラインで学習が完結していると全ての学習履歴が取れちゃうんですよ。生徒ごとのスコアはもちろんそうだし、授業どういう風に受けているのかっていう分析が後々できるんですよね。データ化できる、これは結構大きくて、データ化することによって先生にとっても常に見ていなくちゃじゃなくて、まあデータの履歴を見るとある程度、あこの子はちょっと学習つまずいてそうだな、この子問題なさそうだなとか、いやこの子はなんか集中できてなさそうっていうか全然解いてないぞとか、そういうのが、まあ、一目で分かるようになるので、まあ、非常にやりやすいと。まあ言ったらその自動化もできるんですね。アラートが上がるようにしたり、まあ、そういうこともできるので、まあ、非常に効率も上がるんじゃないかって言われています。なんですけれども、実態どうかっていうと、2019年3月時点、1年半ぐらい前なんですが、その時点ではですね 5.4 人に1台しか実はまだ普及されてなくて、あれ1人に1台って目標だったよねと思うかもしれないんですけど、今はそれに対しても5倍ぐらい足りてないんですよね。 5.4 人に1台しかないっていうのが現状です。で他のそのパソコン以外で言うと、例えばインターネットの普及に関してはこれは結構いいんですよ。有線とか無線全部含めて 93.9%、まあ、ほぼほぼインターネット環境っていうのは提供できているんですが、じゃあその中で無線 LAN Wi-Fi はどうかっていうと、これは 41%、 まだ4割ぐらいしか無線 LAN その Wi-Fi の環境っていうのが提供できていないよ。もう一個あるのが電子黒板とかってのもあるんですよ。今授業では、まあ、その黒板にカッカッカッとアナログで書くんじゃなくて、企業でいうところのなんかプロジェクターみたいなもんですよね。ああいった、まあ、大きい黒板の代わりに電子黒板みたいなものに資料を作ってそれを映し出すとか、まあ、そこに書き込めたりとか、まあ、そういった教育ツール、これは 52.2%、まあ、約2つの学校に1つぐらい普及しているっていうのが現状です。まあ、なので何が言いたいかというと、ツール類、デバイス類は、まあ、パソコンとかも含めてネット環境も含めてまだまだ普及が足りないよっていう状況なんだっていうのが、まあ、知ってもらえれば大丈夫です。はい、じゃあ次はですね、オンライン教育業界のビジネスモデル、これ大きく分けると3つなんですよ。でその3つは何かっていうと、1つ目がネットワーク環境に必要なものっていうのを提供している、次がオンラインで使用する教材、これが2つ目、商材サービスになります。で3つ目が職員の育成とか派遣、大きく分けるとその3つですね。これがビジネスモデルとして存在してます。でそういった商材をじゃあ誰に売ってんのって話なんですけれど、基本的には学校なんですが、それだけじゃなくて例えば保護者に対しても、まあ、販売を行っていたりするので、まあ、お客さん顧客としては実際使うのは基本的に子供なんですけど、まあ、もちろん教師の方とか、まあ、先生とかも使うんですが、それをじゃあ誰に売るのか、顧客は誰なのかって言われたら大半は学校法人、まあ、学校に対して売る、でもう一つは保護者に対して売ると。じゃあ一つ一つのその商材サービスについて解説をしていくと、一つ目のネットワーク環境に必要なもの、まあ、これ何なのかっていうと、まあ、一言で言うとパソコンです。パソコンとかタブレットとか、あとさっきもちょっとお話したネットワーク環境もそうですよね。なんでネットワーク環境、あのオンライン教育の環境整備っていうのが一つ目なんですけど、それがパソコン、タブレット、あとはネット環境です。でそれだけじゃなくて成績管理のシステムとか教員とかが使うための管理システムとか、これも一応含まれます。次がオンラインで使用する教材、まあ、これが一番分かりやすいんですかね。そのデジタル教材、 e ラーニングの教材とかです、まあ、アプリケーションとかでその学習ができるようなそういう教材類、代表的なものだとスタディサプリとかもそうですよね。スタディサプリとかってアプリ内で、まあ、いろんな演習問題とか学習動画見れたりとか、まあ、そういった教材類っていうのが2つ目の商材になります。で3つ目が、これが意外とあそんなのもあったんだなっていうビジネスモデルなんですけれど、やっぱり ICT 化が進むと、オンライン教育化が進むと、先生によってはちょっと IT 詳しくない、いやシステムとかちょっと使えないんだよっていう人たちって意外と多いんですよ、年配の先生だと。なのでそういった先生向けにオンライン教育のツールとか、まあ、システムとかを使いこなせるような教育研修とかを行うよっていうサービスと、もう一個あるのが、いやそもそも教育じゃなくてそういうのできる教員をそのまま人材派遣しちゃいますよっていう、そういうサービスもあります。まあ、これらのですね3つのビジネスモデルが、まあ、ざっとオンライン教育の業界でありますよってことです。はい、じゃあ次がですね、オンライン教育業界の分類についてお話していくと、大きく4つあります。1つ目が公務学習支援システムの分類になるんですけれど、まあ、これ何やってるかっていうと、学校だったり塾といった教育機関向けに支援システムですね、教育支援システム、これを提供してます。例えばどんなものかっていうと、学習計画を管理できるアプリとか、まあ、何月何日までどこまでやるとか、どこまで実際やったよとか、そういった学習の進捗管理みたいなことができるアプリとか、わからない問題の質問ができるチャットツールみたいな、そういったものを
提供しているというのがホーム学習支援システムの分類です。で次がオンライン教育デジタル教材、これ教材分野になるんですけど、オンライン教育の教材に特化した分野で、中学生向けのドリル集団、あと小学生向けのドリル集団、なんか昔あったじゃないですか、ああいったドリルの教材がオンラインで受けられるよっていう学習用の教材、まあ、それをオンラインで提供している、まあ、教材コンテンツを提供しているような会社がここに分類されます。で次が学習用端末の分野になるんですけど、まあ、オンライン学習には欠かせないパソコンとか、まあ、ここら辺が一番企業としてはピンとくるところが出てくるんですけど、例えばどういうところかっていうと、 Chromebook を提供している Google とか、あとは Microsoft とかですよね、あの Surface とか、ああいったものを提供している Microsoft さんとか、あとは iPad とかですね、 Apple とか、ああいったパソコンメーカーとかタブレットメーカーがここには分類されます。で最後通信ネットワーク整備、これはですね通信ネットワーク、さっき言った、まあ、有線というよりは Wi-Fi ですね、 Wi-Fi のネットワーク網みたいなものを整備しましょう、そのためには至るところにルーターを設置していかないみたいな、その環境整備をしていくっていうのが4つ目の分類になります。はい、じゃあこちらのオンライン教育業界の動向、まあ、調子はどうなのかってことなんですけれど、一言で言うと絶好調です。コロナショックの影響全くないだろうっていうぐらい、ないっていうか逆にプラスの影響しかないんですけれど、2020年代後半はもう晴れですね、もう非常に調子が良かった。じゃあ2021年度はどうかっていうと、さらに調子良くなるよっていうのが、まあ、一応こう予想としては出てます。まあ、この後もちょっとお話しするんですけど、まあ、予算増えたんですよ。政府がギガスクール構想でもっと予算かけようよっていう話をしたので、4000億ぐらいがもう投入されるんですね。追加予算だけでも2000億円ぐらい投下されるので、非常に潤った業界になってます。まあ、4000億円規模の市場になったんですよね。でそのうち追加されてる分が2000億円もあるので、まあ、かなり急成長してきたと。なので結構こう躍起になってますね。今さっき言った情報端末を扱っている Google とか Microsoft とか Apple とかっていうのは、いかにですね自分たちがシェアを取るのかっていう営業合戦みたいなことを、まあ、今は始めてます。もう前からやってはいるんですけど、さらに競争が苛烈になっているっていうのが現状です。はい、こちらの業界解説なんですけど、業界地図とタイアップして業界解説をしているんですけれど、その業界地図の担当記者さんのチェックポイントっていうのが、まあ、今回2つあります。なんかプロから見た時のこの業界のチェックポイント2つあるんですけど、1つはですね小中学生のパソコン普及が鍵、まあ、なんでっていう話なんですけれど、さっき追加予算が2000億円出るよ、正確には2292億円っていうのが令和2年度の補正予算として計上されてるんですけど、2292億円、まあ、2000億円ぐらいのうち、実はですね1951億円は情報端末に使いなさいよって言われてるんですよ。だから2000億円ぐらいあるのに、まあ、その予算に対してほぼ2000億ぐらい、大半はですねパソコンやタブレットに使えって言ってるわけですよ。でなってくると、やっぱりそのパソコン普及っていうところの市場が特に活況活性化するだろう。なのでそこら辺に関しては、まあ、大手ですね、まあ、これ日本企業じゃないんですけど、まあ、Google とか Microsoft とか Apple とか、まあ、俗に言うその GAFA みたいなところがもう市場の取り合いを始めるぞと、まあ、なのでその下請けで販売代理店とかで入っていくような会社も含めて、かなり市場の競争が激化するっていう風に言われている。これがまず一つ目のチェックポイントです。で2つ目がオンライン教育市場がこんな感じで予算がボンと、まあ、市場に流れるお金っていうのが拡大したことによって、次どうなってくるかっていうと、いろんな業種がですねこう入り込んでくるっていう風に言われてます。例えば、まあ、どんなサービスが今後オンライン教育業界において出てくるかっていうと、学習自体を、まあ、支援するような、まあ、さっき出てきた動画学習のこう教材とか、あとは学習支援のアプリケーションとか、そういったものはまず普通に出てくるだろう。そうなってくると、まあ、IT 業界ですよね、が入ってくるんじゃないかって言われてます。あとはその学びの記録っていうのが全部データ化されるので、記録されているデータ、蓄積されたデータをもとにビッグデータ解析とかをしていくことによって、より最適な個人個人にこう最適化された教育のアドバイスができるような、例えば AI とか絡めながらそういう商品が開発されたり、遠隔技術、まあ、遠隔技術っていうのはもうオンラインミーティングのツールをそのまま使って海外の学校とまあ共同授業をやったりとか、そういうこともまあ生まれてくるんじゃないかっていうふうに言われてます。あとはその子供の回答なんかも電子黒板とかを使ったり、画面上で一覧でこう出てくるようにすれば、今までって黒板に1人か2人の回答だけ書いて、それに対してうんだったと思うんですけど、まあ、全員の回答なんかを見比べながら授業なんかも進めていけるので、まあ、授業の形態がもうガラッと変わるんじゃないか、まあ、そういう風な動きがある、変化があれば新しく市場ができるので、いろんな業界だったり企業が参入してくる、まあ、そういうこう業界になるんじゃないかなという風に言われている。これが2つ目のポイントです。はい、じゃあ次はですね、代表的な企業どんなところなのとか、じゃあ平均年収どうなのとか、そういったところをちょっとお話していきたいんですけれど、代表的な企業で特にですねここを覚えておいてっていうのが、内田洋光という会社ですね。内田洋光、これはですね学校向けの教育 ICT、まあ、日本のオンライン教育を結構牽引してきた国内最大手の会社なんですよ。いやいや知らないと思ったかもしれないんですけど、確かにですね、まあ、オンライン教育の市場っていうのは今までそんなに脚光は浴びてなかったので、私も名前ぐらいは聞いたことあったんですけど、その内田洋光という会社がオンライン教育で国内最大手っていうのは
正直知らなかったです。この内田陽光さんは基本的に何でもやってます。オンライン教育の分野においては、まあ、公務支援システムとかデジタル教科書とか、あと電子黒板とか ICT 指導員の派遣サービス、あと無線 LAN、 ネットワーク環境の整備なんかもう本当に全部やってますよね。トータルサポートができるということで、売上高も、まあ、かなり大きくて1643億円っていう売上高で、利益も38億円出ているっていう、まあ、国内最大手内田陽光、これ覚えておいてもらって、でもう一つがこれは新興企業なんですけど、チエルっていうカタカナでチエルっていう会社なんですが、まあ、ここはですね新規参入してきた新興企業になるんですが、ここが、まあ、内田陽光さんと同じように、まあ、トータルパッケージでオンライン教育のサービスを提供できますよっていう会社です。で特にですね特徴的なのが Google が提供している Chromebook、 あれやっぱ安いんですよね。 Chromebook を売りまくっているっていうのがこちらの会社さんです。で内田陽光さんと比べると売上高31億円で、まあ、ちょっとこう規模が2桁ぐらい変わってきてしまうんですけど、とはいえ営業利益は 2.4 億円なので利益率は非常に高いというビジネスをされている会社です。で3つ目がテクノホライゾンホールディングスという会社で、ここはですね電子黒板であったり投影機、投影機でまあプロジェクターとかですよね、ああいったところが強みなので、まあ、電子黒板とかパソコンではないんですけれど授業をオンラインでやるための補助的なツール、その黒板とかプロジェクターとかそういったものに強みを持っている会社です。でギガスクール構想ではそういった大型の、まあ、電子黒板とか投影機みたいなものは基本的に各教室に1台ずつ設置しなさいよって言われているので、きっちり教室分もしくはクラス分ぐらいは導入をされていくので、まあ、今後も伸びていく可能性が十分ある事業をされています。で売上高としては150億円で利益も 9.1 億円出ているという会社ですね。で次がセララネットという会社で、ここはどちらかというとオンライン学習用の教材、これを扱っている会社です。で売上高は11億円営業利益は6000万円、まあ、0.6 億円ですね。で次がちょっと結構昔からある会社、まあ有名どころでもあるんですけど、2社バッケンホールディングスとリクルートホールディングス、まあ、リクルートホールディングスは皆さんご存知だと思うんですが、いやリクルートって人材じゃんと思ったかもしれないんですけど、もう CM もバンバン打ってますよね。スタディサプリとか、まあ、いったものは学校だったり塾に導入が進んでいます。なんでリクルートっていうのは本当何でもやってる会社なんですけど、リクルートホールディングス、まあ、そのオンライン教育の分野にも参入している。で学研ホールディングスっていうのは学問の学に研究の研なんで、もうむちゃくちゃ教育っぽい社名の会社さんなんですけど、学研ホールディングスさんはドリルとか問題集とかですね、あとは児童向けの小中学生向けの参考書とか、そういった教材における大手の会社になります。なんでデジタル教材とか e ラーニングのシステムサービスとか、そういったものを開発して学校や塾に提供しているっていう会社です。じゃあ代表的な企業の平均年収どうかっていうと、内田陽光さんは平均年収が684万円で、平均年齢っていうのが 42.7 歳ですね、まあ、結構高めで、初任給は22万円。でもう一つの新興勢力チールはどうかっていうと、これもうほぼ一緒なんですよね。年収平均が670万円で、その割にはちょっと平均年齢が低くて 38.7 歳で、初任給もまあほぼほぼ同額 21.7 万円です。ここら辺がまあちょっとベースになってくるよっていう平均年収でした。で業界地図の担当記者一押しの企業はどこだ、まあ、つまりプロ専門家が見た時に、オンライン教育業界でどこが、まあ、最もこう注目株なのかっていう話なんですけど、これはですねさっきもご説明したスララネットっていう会社が一押し企業です。で小中学校や学習塾向けに AI 搭載、まあ、AI を搭載したオンライン学習教材っていうものを提供してます。で偏差値がこれ結構面白いんですけど、中間層だけじゃなくて、まあ、すごい低いぞ、偏差値30から成績優秀者で65、まあ、この学力まで幅広く対応している e ラーニング教材っていうものを扱っている会社、あとは学習障害だったり不登校の子供にも対応している。なので、まあ、言い方はちょっと悪いかもしれないですが、ピンからキリまでオンライン教育の教材を扱っているっていうところが、まあ、一つ今後のその成長性があるんじゃないかということで一押し企業に選ばれています。で結構面白い取り組みもされていて、緊急事態宣言で一斉休校になりましたよっていうタイミングでサービスをもう何より子供たちが困っているだろうということで、もう無償提供したんですよ。普通だったら有料で提供したいじゃないですか、まあ、そんな状況になったから学校とか塾も導入してくれそうだ、本当だったら有料で、まあ、通常のこの料金でサービス提供するのが普通かもしれないんですけど、この会社のうまかったところとしてはもう無料で使っていいですよ。だからいろいろ検討するんじゃなくて、無料だったらってことでスララネットを使ってくれたわけですよ。これによって一気に契約数が倍増というか増大した、これはですね一見あいい会社だなと思う部分と、非常に商売がうまい、商売上手だったんですよね。ピンチをチャンスに変えたっていう意味で、まあ、スララネット一押し企業としてご紹介します。オンライン教育業界に就職する上でのメリットデメリットっていうのもご説明していきたいと思うんですが、メリットはですね大きく2つあります。1つはもう何度も言ってるようにもう伸びると、まあ、明らかに今後伸びますよ、まあ、この直近数年だったらかなり飛躍的に伸びていく、まあ、教育のその業界の、まあ、産業構造変わっちゃうぐらい、まあ、このオンライン教育っていうのはまあ中心になって、まあ、台風の目みたいな中心の存在になっていくので、今後伸びていく業界でいろいろな、まあ、業界や会社が参入してくる、成長著しく競争率も高い、まあ、そういう業界で働いていくことに
によって、まあ、やっぱり自分も成長を感じることができるとか、まあ、ダイナミックに変化もあるので、まあ、そういうこう変化を楽しめるような人にとっては、まあ、非常に働きやすくやりがいも感じられるような、まあ、そういう分野、業界じゃないかなと思います。でもう一点あるのが結局その IT なんですよね、まあ、IT 絡むので業界としての成長性もありながら今後 IT リテラシーっていうのは非常に重要になってきます。そういった IT リテラシーも仕事を通じてつけることができる。だから IT 業界と教育業界の掛け合わせなので、まあ、教育業界って結構やりがいを感じるとか、まあ、そういう方が結構多いんですけれど IT 業界の方との掛け合わせになっているのでやりがいも感じつつ自分たちの市場価値がちゃんと上がるような、まあ、今後ニーズが上がる IT 分野の知識が手に入る、まあ、そういった部分もこのオンライン教育の分野で働くメリットになります。でもう一つが今ちょっとお話ししたように子どもたちの未来に携わる何よりやっぱりやりがいを感じやすいんですよね、まあ、小学生とか中学生とか高校生とかも含めた将来の日本とか世の中を担うような子どもたちの教育に携われる役に立てるっていうところは、まあ、仕事をしていて非常にこう充実感も感じられるそういう業界だと言えます。次はですねデメリットになるんですけど、まあ、すごいデメリットかと言われると私はあんまりそうは思わないんですがそのやりたい仕事が必ずしもできるもんじゃないもう当たり前じゃんと思うかもしれないんですけどやっぱりそのオンライン教育ってさっき言ったように教材をやるっていうケースとかパソコンやタブレットネット回線を引いていこうとかもしかしたらちょっと人材派遣など人材教育をやっていこうとか意外といろんな分類なんですよね、まあ、似たような分類ではないんですよ。なのでオンライン教育をやりたいと、まあ、ちょっと興味があるっていうことでそういった業界会社に入ったとしても実際自分がやりたい業務に携われない可能性守備範囲が広いのでどこになるかわからないよ希望通りいかないんじゃないかっていうところが一つの弱点です。でもう一点がこれはちょっとさっきのメリットと相反してないと思うかもしれないんですけど少し高齢化進んでいるので、まあ、今こういう状況だからオンライン教育のニーズっていうのがガガガと上がったんですがそもそも子供自体は減っているので上がっちゃいるけどなんか天井はありそうと、まあ、オンライン教育が普及しちゃいましたよあたりからは徐々に下がっていくんじゃないかなんですけどこれ一概に言えないんじゃないかなと思っていて、まあ、子供が減ったからといって子供にかかるお金とかが本当に下がるのかって言われるとより少ない子供だからこそより教育水準を上げて子供に成長してもらおうとかいい成績を取ってもらっていい暮らしをしてもらおうとかそう思う、まあ、親御さんっていうのも多いと思うので一概に少子化をするだけで業界がこう縮小するかって言われると、まあ、さっきも言ったように他の業態とかも入ってきてじゃあその学習データを他のものに例えばビジネス転用できたりとか、まあ、そういうことも考えられるので一概には言えないんですけど、まあ、一つ影響としては少子高齢化っていうのは出てくるんじゃないかなというふうに言われています。はい、じゃあ最後にですねオンライン教育業界をまとめていきたいと思います。まずオンライン教育業界とは様々な企業、まあ多種多様な企業なんですけど例えば教育事業やってる会社とかあと通信事業やってる会社とかあと電子事業あと IT 事業とか、まあ、様々な事業を行っている会社が学校や学習塾、まあ、保護者も含めた顧客に対してオンライン教育を受けられるような環境を提供したり、まあ、アプリケーションシステムを提供したりあとはまあ学校側が管理しやすいようなシステムを提供したり、まあ、それを総称してオンライン教育業界と言います。ビジネスモデルとしては大きく4つに分類できるんですけれど、まあ、1つが公務学習支援、まあ、その学校教育、まあ、学校側であったり教師先生ですねそういった方々が管理しやすいとか効率的に教育ができるようなシステムサービスを提供するっていうのが1つ目の分野で2つ目が、まあ、オンライン教育のためのデジタル教材学習支援用の動画とかあとは演習問題とかそういったものですね教材類で3つ目が学習用の端末パソコンとかタブレットとかそういったものを扱っているよっていうのが3つ目の分類最後が通信ネットワーク、まあ、ネット分野ですよねまあ、ネット環境を整えていくそういうのが4つ目の分類になってます。で業界動向としては調子はいいすでにいいし今後伸びていくよ来年度は最大限伸びますよっていう予想です、まあ、それなんでかっていうと補正予算で2000億円入ったからですね2000億円をもうかなりと使えともう使ってパソコンやタブレットネット環境を整えろっていう風にまあもう政府国からのお達しがあったのでもう伸びるだろうと言われています。平均年収としてはすごく高いわけではないんですが、まあ、代表的な2社だとまあ大体600万円台後半とか、まあ、そのぐらいの年収になります。でこのオンライン教育業界で働くメリットとしてはですね、まあ、一つは IT っていう市場価値が非常に高い分野の専門知識だったり業務経験が身につく二つ目教育業界と同様なんですけどやっぱり子供に携われる子供の成長が見れる子供の成長の役に立てるっていうところですね。でしかもやっぱり子供っていうのは、まあ、将来の日本とか、まあ、世の中を背負って立つような存在ですからそういった子供に対して何かプラスのサービスが提供できるっていうのがやりがいにつながるだろう二つ目のメリットになります。じゃあその逆にデメリットは何なのかっていう話なんですけれど
まあ、オンライン教育業界になっちゃうと教育業界ほど絞られてないんですよね。教育業界の場合って基本的には勉強を教えるっていう教師とか講師とかそういったものが基本的な業務の中心になってくるんですけど、オンライン教育業界の場合はもう多種多様です。教材開発をしたりとか営業をして学校にシステム導入してもらうとか、もしくはそのネット回線を敷くような作業の仕事があったりとか、まあ、作業員に近いような仕事があったりとか、まあ、様々な業務に分散してるわけですよ。なので、まあ、自分がやりたい仕事があったんだけど総合的なトータルサポートをしているような会社だと、まあ、どの分野に配属されるかによって自分がやりたかったこととちょっとずれちゃう可能性は、まあ、あるよというのが一つ目のデメリット でもう一つが、長い目で見ると今は非常に景気がいいオンライン教育業界なんだけれども、少子化が進むとやっぱり子供減るので、もしかすると、まあ、その業界全体としての市場規模が縮小していく可能性はあると、まあ、これが二つ目のデメリットになります。なんですけど、一概に、まあ、少子化だからといってオンライン教育の業界が、まあ、減るかと言われたらこれまだ分かんないんですよね。例えばリクルートさんのスタディサプリとかってあれはビジネスマンとか大人向けじゃないですか。で、今後って実は生涯学習っていうのが一個キーワードで、子供の時だけじゃないよ教育は、学習は生涯教育、生涯学習をしていくことが重要だってなってくると、今はギガスクール構想が中心なので、まあ、小学生中学生に目が向いてますけど、将来的に生涯学習ってなってくると大人が相手になるので使えるお金が全然違うわけですよね。子供に使える塾の費用なんて言ったってまあ1万円とか高いじゃないですか。でも大人が自分たちのための学習をしようと思うと、例えばプログラミングスクールとか40万とか50万とか、まあ、そういうお金を払うわけですよね。なのでオンライン教育っていうものはそういった IT のプログラミングスクールとかも含めて考えていくと、まだまだ市場として規模がどん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 大きくなる業界じゃないかなというふうに私は思っています。なのでそういった教育っていう切り口で興味がある方だけではなくて、 IT という切り口で、まあ、その生涯学習とか、まあ、その IT とかそういった別の教育とはまたちょっと違う切り口も踏まえて、その組み合わせ掛け合わせとして興味があるとか将来性を感じるっていう方はですね、ぜひともオンライン教育に携わっている企業を就職先転職先の候補に入れてみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、で今日の動画もですね、毎度おなじみ業界地図さん、まあ、こちらを参考に解説させていただきました。でこちらの動画が、まあ、良かったね、まあ、役に立ったんじゃない、いいこと言ったねって思ってくれた方はいいねお願いします。でこのように業界解説や職種解説っていうものを今後このうずうず就活チャンネルでどん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 発信していきますので、就活中の方、転職活動中の方、もしくはまあちょっと業界知りたい、まあそういう方はですね、こちらのチャンネルをチャンネル登録お願いします。あと私 Twitter もやってるので、キャリアとか就活周りの情報発信もしてますから、興味ある方はぜひフォローお願いします。うずうず。